マック・鈴木マック・鈴木マック・鈴木本名、鈴木誠、百七十五年五月三十一日体、は、九百九十年代から二千年代にかけて、活動した日本出身の元プロ野球選手、投手、元監督、野球解説者。妻は、お笑いコンビ桑畑バ原の大原ラ・マッ愛称の、マックの由来は、マイナー時代は、お金がなく、 食事はマクドナルドで済ませることが多かったことと、本名の誠がアメリカ人には発音しづらいため、マックになったとされる。幼少期の頃から両親の影響で数多くのスポーツを経験し、野球以外では空手や水泳なども経験している。高校野球の名門滝川第二高等学校に入学するが一年次の大晦日に学外で 警察沙汰を起こし高校を自治退学する。他校への編入や社会人野球などへの転校を考えたが、その間にもさらに2件の傷害事件を起こして警察沙汰になり、家庭裁判所の厄介にもなった。その後、父親と知人の紹介で団の村からアメリカ留学を進められ渡米した。2、野村が経営に関与する一エアドバンスのに、球団職員兼人練習生として参加。 ボールボーイや、選択雑用係などを務める。その後、バッティングピッチャーや、ブルペンピッチャーなどをチームに根じてするようになる。2は 1A アドバンスのへ移籍して、4勝 12S を記録。2シアトルマリナーズとマイナー契約を結び、2A ジャクソンビルサンズに昇格。当時シカゴホワイトソックスとマイナー契約をしていた、マイケル・ジョーダンと乱闘を経験。この年に肩を故障して、 手術を行っており、鈴木は、ウェイトトレーニングが原因であると後に告白している。2、3A を飛び越えて、シアトルマリナーズに昇格するが、当番のないまま 3A タコマレーニアーズに降格。7月7日にメジャーデビューを果たし、村上正則、野茂秀夫に次ぐ3人目の日本人メジャーリーガーとなった。また、日本プロ野球界を経由しない初の日本人、メジャーリーガーであり、 アメリカンリーグ初の日本人メジャーリーガーでもあった。2メジャーへ最小格を果たし、初勝利。翌年の4月に飲酒運転で逮捕された。6月にニューヨークメッツへ移籍した後、すぐにカンザスシティロイヤルズへ移籍。2は先発投手として8勝を挙げ、完封勝利も記録。6月にコロラドロッキーズへ移籍したが、7月にミルウォーキーブルワーズに移籍。 2、ロイヤルズに復帰するが、この年メジャーでは、勝利を挙げられずに解雇され、日本のプロ野球チーム入団の意向を表明。規約によりドラフト会議での指名が必要となり、事前に、球団練習場で、テスト投球を見ていたヤクルトスワローズが獲得すると言われていたが、オリックスブルーウェーブが2巡目で、強行指名し、オリックスに入団。メジャー経験者であったが、 日本球界での経験がないため、新人王資格を特例として有していたが、新人王の資格は辞退したいと思いますと発言したことが話題になった。190センチを超える長身から繰り出す150キロのストレートが武器で、首脳陣の期待は大きかったが、は4勝9敗1セーブ、防御率7.06と振るわなかった。 特に対福岡大英ホークス戦では6試合で計21.2イニング登板し、1勝4敗、被安打36、失点32と相性が悪かった。8月1日の対戦で先発した際は、一死も奪えないほどの大乱調で、その後チームが1から29という記録的な大敗を喫するきっかけを生んだ。この年には飲酒運転で警察沙汰を起こし、球団が しばらく公表しなかったことも問題になった。なお、鈴木はアメリカ時代にも飲酒運転で警察沙汰を起こしたことがある。オープン戦では防御率1.19という好成績を残しオープン戦最優秀防御率投手に輝くも、公式戦に入ると一軍では振るわず、一勝6敗、0セーブ、防御率8.57に終わった。同年末の分配ドラフトを経て、 オリックスバファローズと契約。しかし2005年シーズンは1軍登板なしに終わり、2軍でも防御率7点台と結果を残せなかった。同年オフにオリックスから戦力外通告を受けた。オリックス退団後、12球団合同トライアウトには参加せず、再びアメリカに渡る。2005年12月にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結び、 招待選手として、メジャーのキャンプに参加するも、オープン戦で結果を残せず、マイナーへ降格。4月、メキシカンリーグの2入団。オールスターにも選出され、活躍。8月、メキシコリーグのシーズン終了後西カゴカブスと、マイナー契約し、参加のサン・ i o ヨアに所属。は、メキシカンリーグのタバスコ・キャトルメンに所属。先発として活躍していたが、 チームがプレーオフ進出を逃した。同年8月のシーズン終了後、台湾プロ野球の LA ニューベアーズへ移籍。主にクローザーとしてチームの後期優勝に貢献。統一ライオンズとの台湾シリーズの第6戦では2番手として4回の途中より登板し9回まで投げ、その試合の MVP に選出。シリーズ最終戦でも統一を2点追う場面の7回から、 当番、統一を一失点に抑えたが、打線が追いつけず、チームは台湾シリーズの優勝を逃す。その後、東北楽天ゴールデンイーグルスの入団テストを受けるも、不合格、このテスト時にグローブを持参せず、進行のあった楽天イーグルスの小山新一郎に借りて臨んだ。ヒゲなどの見出しのみを、楽天監督の野村克也に注意される場面もあった。 ベネズエラウィンターリーグで調整後、LA n ュに残留するものの5月に台湾を離れ、5月11日にメキシカンリーグのと契約。メキシカンリーグ終了後の8月19日、独立リーグであるゴールデンベースボールリーグのカルガリー・バイパーズと契約。シーズン終了後の11月7日、メキシコウィンターリーグのトマテロスでクリアカンと契約。主にクローザーとして活躍し、 防御率も2.25と高成績を残したが、チームはプレーオフ進出を逃す。ドミニカ共和国ウィンターリーグのと契約。4月、カルガリーバイパーズと再び契約。同年はチームがリーグ優勝。主にクローザーとして防御率も2.44と好調な成績でシーズン終了。ゴールデンベースボールリーグ終了後、すぐに同じく、 アメリカ独立リーグの一つであるアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスにスケットして合流。チームのリバキディビジョン優勝に貢献し、リーグ決勝戦ではランカスター・バーンストーマーズと最終戦までも連れ込み、リーグ優勝を逃す。は、メキシカンリーグのチーワはゴールデンズで再びプレーし、先発として9勝4敗、リーグ1位の防御率2.89と活躍。 メキシコでのシーズン終了後、ゴールデンベースボールリーグのカルガリー・アイパーズに3度目の入団をして2勝2敗の成績を残した。ゴールデンベースボールリーグ終了後は再びメキシコに戻り、ウィンターリーグに参加する予定だった。1月26日、日本の関西独立リーグに新規参入する球団の監督就任が有力となっていることが明らかになり、翌27日に新球団。 神戸サンズの選手権人監督となることが発表された。神戸を前期優勝へと導いたが、後期は5チーム中4位に沈む。年間グランドチャンピオンシップも、兵庫ブルーサンダーズに敗れ、同年シーズン終了後、退団した。淡路島のスポーツジム、サンライズマックジムでトレーナーをしている。2013年から J スポーツで解説を行っている。 2015年からは宮城テレビのローカル中継にも本数契約で出演。2017年から関西テレビのローカル中継にも本数契約で出演。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。